皆さんこんにちは。ビティック陸上競技部の久貝由美です。生き一子です。はい、今回の動画なんですけども、ビティック陸上部の公式キャラクターの正体を明かすという企画なんですが、もう一つこっそり進めていきたい企画があります。実はこの後寺井選手にも、今回の動画に参加してもらいます。そこで、私久貝がクイズを出題者となって、進めていくんですが、生き選手と寺井選手には回答者になってクイズを進めていってもらいます。そこで寺井選手にはクイズの答えをあらかじめ全て伝えています。その上で答えを程よく間違えながら、できたら動画的にボケた方が面白いので、できる限りボケてクイズに答えてくださいと本人には伝えています。その2つの企画を楽しみながら、見ていってください。では早速寺井選手にクイズの答えを伝えに行ってみよう。はい、大丈夫かな、めっちゃ簡単。で、ニホギには1位だの問題の答えを全部渡しとくから、うん、これを見て問題を解いてほしい、ね。で、いちこちゃんにはそのことは一切言ってないから、いちこちゃんはマジで何も言ってない。で、ニホギだけ全部答えして、うんうん、あ、で、その代わりでもこの答えをまともに全部言ったらおかしいですか、うん、だからうまく間違えてほしい、あ、程よく。例えばその YouTube でやっぱ動画で話す、配信するから、うん、できるだけ面白く間違えてほしいのか、ボケてほしい。うちはそれに対応するから、みほげがここの部分をうまく面白くボケて回答してほしい。でもこれ勝負って感じで言ってるから、いちこちゃんとみほげがどっちが正解率が多いかって勝負にしてるから、うん、まあ、勝つか勝たへんかはたぶんみほげになってるっていうことで、分かった。じゃあこれは国費で進んでる、うん、それでお願いします。はい、はい、せーの、こんにちは。リテック陸上部の女子キャプテン久貝由美です。寺井美穂です。生き一子です。はい、よろしくお願いします。ひとみさん、それ頭何つけてはるんですか。ひとみちゃんってそういうのつけるキャラじゃないよね。あ、これあ、そうなんやけど、今回は、私がユチータの生みの親からつけてます。あー、ひとみさんそうですよね、生みの親って言ってましたもんね。まあ、何も言わんととりあえずこれつけてみて。あ、で、いいよ、一回逆もういいや。実は今日は、ユティック陸上競技部の、公式キャラクターユチータの正体を明かしていきたいと思います。え、そうなんですか。 YouTube 見てる人、なんか気になって、まだやつ何かなって思ってたと思うんですよ、あれ。それでは、ユチータの正体を明かすため、今回は、クイズ形式で進めていきたいと思います。ちなみにクイズの正解数が多い方には、なんと私久貝が焼肉を奢りたいと思います。ユティックチャンネルやで。はい、では、クイズに入っていきたいと思います。はい、では第1問、ユチータの名前の由来は何ですか。はい、回答お願いします。いけました、ね。じゃあ、最初生き選手から回答お願いします。はい、ユティックの言うとチーターのチーターです。お、なるほど。じゃあ次寺井選手お願いします。ユティックとチーターを合体してできた。お、さあ正解は、そうだね、2人とも正解です。ユティックとユティックの名前とチーターを合わせていきました。で、補足すると、私たちはユティックという会社に勤めていて、でその中で陸上部として活動させてもらっています。で、会社の名前のユティックと、あとは、世界最速の動物チーターを2つ合わせてユチーターという名前ができました。2人ともお見事です。はい、では次いきましょう。ユチーターの誕生日はいつですか。はい、回答お願いします。知らんかな、言ってなかったかな。お、かけた。おっしゃ、次寺井さんから回答お願いします。はい、1月2日。お、1月2日、それは何か理由あるんですか。適当に書きます。適当に。はい、じゃあ次いちこちゃんお願いします。7月3日。お、なんかそれは、なんか
チーターって夏っぽいから。あ、なるほど。正解は2月1日です。この誕生日の由来としては、一応この、陸上部が誕生した、活動し始めた日のスタート日をこのユチータの誕生日にしてます。しっかり覚えておきます。ユチータの年齢は何歳でしょうか。はい、回答お願いします。猫かと思うんですか。いや、違う。そうやな、人間的にチーター的に。いや、チーターではない、チーター的ではない、まあ、その境目かな。じゃあ次、いちごちゃんから回答お願いします。3歳。おお、それは、ね、猫か的に。あ、猫か的に、なるほど。はい、ということは人間で言ったら結構大人。はい、大人成り立てぐらい。あ、なるほど。じゃあ、みほちゃんお願いします。はい、8歳。8歳、うん、おっ。それは何でですか。なんか、ユチータちょっと大人な感じが。大人で8歳。猫か的に8歳。あ、そっか。8歳、もうちょっとやばいかもしれないけど。まあまあ、半々の間ってことだよな。間取っても8歳みたいな。はい、なるほど。じゃあ正解発表です。正解は8歳です。おめでとうございます。すごい、その適当な感じで答えた。なんかその8上だけすごいみたいな。なんかよくわかる。はい、じゃあ次行きましょう。チータの出身地はどこですか。はい、回答お願いします。じゃあ最初いちこちゃんから行こうかな。はい、はい、お願いします。福井県だと思います。おー、福井県。はい、なんでですか。福井県にユティックがあるので。あー、なるほど、そうですね。はい、じゃあ、みほちゃん回答お願いします。ユチータ島。ユチータ島、島から来たじゃないですか。はい、なんでそう思った。ユチータは多分なんか日本には住んでない。あ、うんうん、特別な場所から来た。あ、で島から来たみたいな。あ、なんかそれ誰、なんかあつ森みたいな感じのところのやつパクってる感じ。あ、そうそうそう、大名で。なるほど、そういうことか。正解はユチー島でした。惜しかったね。なんでそんな惜しかったよ。すごいな。惜しい。島まで来るところがやっぱりすごいよ。だって福井県ってやっぱちゃんとした場所に来るけど、福井県か福井県だと思う。じゃあ次の問題いきましょう。はい、ユチータの特技は何ですか。はい、回答お願いします。かけた。はい、お、はい、じゃあ最初みほちゃんから回答お願いします。食べること。お、食べること。なんで。なんか好きそうっていう感じ。なるほどね。はい、じゃあいちこちゃん回答お願いします。食べること。まさかの。お、これはもしかしたらなんでそうなの。え、なんかこの T シャツとかもですけど、うん、ちょっとぽっちゃりしてるから、うん、なんか好きなんかなって思って。なるほど、はい、ちゃんと根拠があるの。はい、なるほど。じゃあ答え言っていきましょう。正解は走ることです。あ、だって最初にユチーターのチーターは世界最速の動物って言ったね。早く決まってる。残念でした。はい、じゃあ次の問題いきましょう。ユチータの好きな食べ物は何ですか。はい、回答お願いします。かけた。あ、かけた。よしよし、じゃあ最初いちこちゃんから回答お願いします。はい、肉。おー、肉。なんで。もうチーターは肉を食べてる。あー、なるほどなるほど、確かにね。はい、じゃあみほちゃんお願いします。あ、いちご肉。なんで。肉が。そうです、あのチーターやなんかかぶってるの。そうですね。はい、じゃあ正解を発表します。正解はパブタイ餅でした。はい、残念。みんなここ何県。
そこはそうなん、ね、福井県福井県の名物といえば食べたいもん、そう、そういうこと。じゃあ次行きましょう。ユチータの口癖は何ですか？口癖、なんか誰かもよく言ってるっていう感じ。誰かと似てる、誰かもこれな、誰かが言ってる、誰かもなんか言ってる気がする。うちはよく聞く、じゃあ最初みほちゃんから回答お願いします。お腹減った。お腹減った。おお、なんで？え違います違います。お腹減ったので、でなんか食べるのが、うん、お腹減りそうだ。お腹減りそうやから。なるほど。ちょっと根拠がないね。はい、じゃあいちごちゃんお願いします。口癖ですか？はい、口癖。間違えちゃった。いいよ、はい、回答いきましょう。間違えちゃったゴリゴリかゴリかと思った。あの動物の森の あの福井の人はやらしさとか言うから、それはあの根本的な間違いやね。間違えました、はい、じゃあ正解いきましょう。正解はお腹減ったです。正解ですね。じゃあ正解、あのなんか誰かから聞いたことあるなっていうのは、あのみほちゃんよく言ってるよく普段毎日あのお腹減ったって毎回毎回言ってるので、まあそういうことですね。はい、じゃあ次行きましょう。ユチータの宝物は何ですか？難しい。じゃあいちこちゃんから回答お願いします。はい、靴です。靴。お、なんで？陸上部のキャラクターなので靴かなって思いました。おー、なるほど、確かに。はいね。はい、じゃあみほちゃんお願いします。姉と妹。姉と妹。あ、ってことは、え、それはどういう理由で？兄弟がいるから。兄弟がいる。お、なんで知ってるの？なんかその話したと聞いたような。あ、本当に耳に挟んだ的な、うん、あ、なるほど。正解を発表していきましょう。正解は妹と弟でした。惜しい。かすってるよな、ずっと。これね、妹。妹、これはゆちのって言います。ゆちの。かわいい。かわいい。弟はちなみにあの、むつごなのでいっぱいいます。ちなみに姉はいません。妹はいますね。はい。またあの、そのうち出てくると思うので、また覚えてください。基本的に顔は似てるんですよね。名札が違う。惜しかったですね。惜しかった。じゃあ次の問題いきましょう。はい、ユチータの足のサイズは何センチでしょうか？さあ、ちょっと難しいかな。足のサイズ、猫科的にですか？そうだね、猫科的に考えた方がいいですか？じゃあ、みほちゃんから回答お願いします。3センチ。おお、なぜ？猫科やから、ちょっと足がちっちゃいから3センチ。なるほど。はい、じゃあいちこちゃんお願いします。10センチです。お、10センチ。なんで？はい、あ、なるほど、これぐらいの幅で、はい、ピース社長の間に、はい、さあ、じゃあ正解を発表していきましょう。正解は2センチでした。2センチ。私これぐらいやね、これぐらい、これぐらい。まあ、ユチータ自体が身長が50センチぐらいしかないから。あ、そうなんですね。そうそう、惜しかったね。惜しかった。なんかさっきからちょっとなんか2番目みたいな答え多いな。最近最近じゃない、やろ。はい、じゃあ次問題いきましょう。あ、これは分かって当然だと思うので、いきます。もうすぐ発売されるユチータのグッズは何でしょうか？はい、回答お願いします。はい、じゃあ先にいちこちゃん回答お願いします。はい、 T シャツ。お、 T シャツ。はい、おお、なるほど。じゃあ次みほちゃん回答お願いします。T シャツとファイル。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 ファイルっての。ファイル。なるほど。了解です。じゃあ正解発表していきましょう。正解は
T シャツでーす。まあでも入るって書いたからそれはちょっとマイナスかな。それではクイズの結果発表をしていきたいと思います。今回は、全部で10問問題がありました。でその結果、まあその前に。なんせ今回は焼肉が かかった大勝負で2人とも負けられない勝負だったと思います。実は寺井さんが今回ユチータのクイズの答え全てを知っていたこと、ここにいる全員が知っていますみほちゃんが答えユチータのクイズの10問の答え全部知ってたことを全員が知ってます。いちこさん、そう、みんな知ってます。その中で焼肉がかかった勝負、いちこちゃん、美穂さんはいちこちゃんにとって尊敬できる先輩の、もちろんそう。さて、この全ての真実を知った中、焼肉をゲットするのは果たしてどちらでしょうか。では結果発表いきます。いちこちゃんが正解した、数は2問です。10問中2問さあ、寺井さん、美穂ちゃんが正解した数は10問中3問でした。ということは美穂ちゃんが焼肉をゲットしたことになります。やったやったまあこれを聞いていちこちゃんはどんな気持ちですか。焼肉食べたかったっていう気持ちです。知ってたもんな、だってな、はい、クイズ答え知ってるっていうのを知った上で、でもいちこちゃんは一切答え知らなかったから、うん、ほんまに何も知らん状態でクイズに出ました。でも、みほちゃんは答えを全部知った状態で、なんかおかしいなって思ってた。なんか、みほちゃんはどう思った？今焼肉をゲットした気分。うん、焼肉か。すごいか、複雑なの。カツキでおった、でも最初焼肉ゲットっていう。え、なんかカツ、なんか、カツキではおらんかった。あ、おらんかった、毎回聞いておった。え、なんか普通に、なんかアイコぐらいとか、うんうんうん、ぐらい、あ、トントンぐらいでいこうかなと思ってた。お魚買ってしまった。だってほとんどかすってたもんね、答え。なんか、ゆちとも、まさか島に行くと思わへんけど、まさかの島に。だからみんな、あれっていう。福井県っていうのが正当な答えと思うからさ。面白かったです、はい、ということで焼肉をゲットしたのはみほちゃんになりました。はい、いちこちゃんのね、みほちゃんをみほちゃんにおごってもらったらいいと思います。ユティックチャンネルです。ここで重要なお知らせです。先ほどユチータのクイズもありましたが、10問目を覚えていますか。そうなんです、なんとユチータの T シャツが発売することになりました。詳しいことは概要欄、ツイッターの方に載せてますので簡単にご紹介をします。色は私と、美穂ちゃんが今着ている黒、それといちこちゃんが着ている白の2種類になります。サイズは130センチから XL までと幅広くありますので、お子様から大人の方まで着れます。デザインはこのようなものになっていて、はい、こんな感じですね、はい、男女問わず着ることができるので皆さんよかったらぜひお願いします。次に、この2種類は素材感が違うので、実際どんな場面で着ていただくかを、想定したムービーと解説をご覧ください。黒の T シャツはポリエステル 100% のシルキードライタッチ素材を使用しています。シルキードライタッチ素材は滑らかな肌触りと着心地にこだわった高機能素材です。吸収、拡散、UV カットの機能があります。スポーツをする際やこれからの夏に向けて汗をかいてもすぐ発汗してくれる優れた素材の T シャツになっています。
白の T シャツは綿 100% です。私服での着用を推奨しています。村田監督はプライベートでも愛用中です。親子や兄弟家族でお揃いで着用すると可愛いですね。デザインがシンプルなのでどの服装にも似合うかと思います。いかがでしたか。最後に料金は1枚税込み3000円と送料別途でいただきますが、2枚以上買っていただくと送料の方が無料になりますので、友達お知り合い家族で揃えちゃってください。応募方法はユティックのツイッターアカウントの DM に受け付けております。受注生産となりますので、第1回の締め切りは8月2日までとなります。また発送はについては DM にお伝えしています。さっき最後にと言いましたが、重要なことを言い忘れていました。今回この T シャツをご購入していただいた方限定の特別企画で、ご購入してくださる全ての皆様に選手直筆サイン入りメッセージをつけちゃいます。陸上部は選手8名の中からランダムでこのようなサインと感謝の一言が書かれたものをつけて送りたいと思います。長い動画になりましたが、見ていただきありがとうございました。今後も T シャツ以外にも、グッズ展開を進めていまして、近いものだと LINE スタンプなども考えていますので、ぜひお楽しみに。せーの、またねー。